一番あれはね、入って進行係ってなってね、要するにお弁当と宿泊の布団とかね、それで駆けずり回っててね、もうやめたくなっちゃったんですよ。頭使う商売でプロデューサー志望で入ったので、ね、進行係ってね。で、嫌になってるところに岡田茂っていう若き37歳の新所長がね、東京撮影所長に来たの。その人の着任の演説聞いてね、やる気になっちゃった。とにかくな、お前はな、なんか古いプロデューサーも、成り立てのプロデューサーもいるけどな、プロデューサーはオリジナルだ。これがね、岡田茂の第一声。原作取ってやっても、プロデューサーがそれを自分が理解して、解釈してね、オリジナル。映画はね、オリジナル。原作に負けんな、とかっつってね、葉っぱかけられてね。で、みんな、ベテランの先輩たちは、まあ、ローテーションでずっと悠々とやってるから、悠々とね、新宿行って女抱いたりね、やってた時代なんですけど、僕と僕が慶応から入ったら吉田達でね、同期に入ったは矢部っていう早稲田から来たやつ、凸凹コンビって言われたんだけど、早慶戦になっちゃってね、一番若手の2人が頑張ったんですよ。新しい企画、新しい。で、それをね、岡田新がね、やれとかね、やめろとかって言ってやってたわけ。要するに、岡田さんって人が俊藤さんって人を引っ張ってきて、自分が社長になって現場のプロデューサーを俊藤さんにほとんど任せた。そしたら俊藤さんが任侠映画っていうの、任侠映画一番最初にやったのは岡田さんで、写楽だけど、その後俊藤さんが日本侠客で唐獅子ボタンとやって、任侠映画っていうのを俊藤さんが作った。で、その時にこの社長はプロデューサーが好きだから社長をやればいいのに、全部は俊藤さんに任せたくないから、京都にいる天羽さんと組んで、虫食人別長と温泉ポン引き芸者みたいなのを細々とね、社長がひどい映画を作っているうちに、その俊藤さんのも網走も数字が悪くなってきた。だからね、無方針になっちゃったわけです。こっちは何でもやっていいんだよ、浅草さんってこと。だから会社の中にね、立つそれはダメだってのはなくなったね。だから、こうやらして数字が出ればね、褒めるっていうか、で、その中に理屈が勝つっていうかね、和田さんが会議で、うちは何開けてもくれても男性映画をやれば、その男性が女を引っ張ってくるって演説があって、以上、会議終わり、何か意見あるか、はい、なんだよ、社長は間違ってます、世の中は女性ですって言ってね、大揉めになったりしてね。要するにね、やっぱり社長に意見を言う人がいなくなっちゃうからね、社長も社長になったら見て歩かないからね、分かんないんですよ。サソリが当たってないからね。だから、それはそういうものだから、そういうものの自由っていうかね、お前なんか相手にしてねえよって制作部長が言うような。だから、メイン番組と B 級アクションっていう差があるから、それを何でもやっていい自由っていう感じではなかったね。俺はお前の分身なんだぞ。お前と互角に戦い、最後に勝つのは俺以外にいない。僕はいわゆる実写ね、いわゆる実写的なやつが好きだから、千葉真一のね、なんとか県とかね、そういうのあんまり興味持ってなかったんですよ。で、これは会社から言われた依頼なんで、原作平井和正の「狼男」なんて読んだことないんだけどね、ものすごい部数が売れてたんですね。それで、あ、これでやっぱり東宝もやってるから負けないで、これだからね、東映のね、文芸館、本社の文芸部が推薦してきたと思うんですよ。こういうのやってみたらどうですかって。空手の話とはあったけどね、こうじゃないよ、狼男っていうか、月夜の場に狼吠えるみたいなね。これも洋物のパクリだよね。悪いけど、平井さんに。だから僕が撮りに行った時に、まあ、大して風采の上がんない人だけど、ものすごく権力ぶってね、予算いくらだとかね、そんな安いもんじゃ渡さないよってこと言われてね、
それも先生の作品そんな安く作るわけないじゃないですかって言いながら、安く作るでって言われて、岡田茂から言われて言ってんだけど、たくさんお金かけるような嘘ついてね、それでやったから、まあ出来上がったらバレちゃったけどね。僕はね、脚本打ち合わせが大好きなプロデューサーだね。徹夜しても何でもライターが嫌がるほど立ち会ってたんだけどね、これに立ち会った記憶がないんですよ。任しちゃったと思うんだな、アシスタントプロデューサーに。それで本が印刷されてもね、ここがいいとか悪いとかっていう分かんないわけよ、なんかね。あのカルトものとかって、そういう映画のやっぱり独壇場のプロデューサーっているじゃない、後で東映で当たったりする人たちってのは独特なもの持ってるよね。あのこれももし力入れてやったらね、仮面ライダーみたいにね、今から思えばなったような企画だと僕は思うんですよ。ちゃんと作ってやればね。だけどまあ作ってみるやみたいなことで、岡田さんだって立つ声、お前の作った脚本はなんだとか怒んないしね、誰も何にも言わないし何にもできちゃって、別に監督もさ熱心にやってるように見えないしね、なんかトラーこんなになってやってるしね、どうしようもねえなっていうのが、まあ何も話題にしないようにしたっつうこんなことをこれで喋っちゃって申し訳ないんだけどな。だから本当はまあもうちょっと考えれば、これでもちゃんとやればね、あの当たりうる作品だと思いますよ。だって原作がそれだけ売れてんだからね、ずっとものすごい部数よ。それでまあ完成試写会に平井一正先生を送るまでお呼びして乗せて連れてきて、真ん中に座らせて、それで初号試写やったんですよ、撮影所の試写室で。でパッと明かりがついたら先生いないから、僕は飛んでって主演に聞いたら、いや先生、あの試写が始まって15分ぐらいに変な顔して出てきて帰っちゃいましたよつって、後で聞いたら劣化のごとく怒っててね。まあ公開させないとは言わなかったけど、とんでもない映画だって、もう二度とね吉田君に俺の原作渡さねつって言ってたね。高波はね、僕の東映同期の入社なんですけどね、僕は大好きな、この間亡くなりましたけど大好きな人で、要するに東大を卒業して俺は東大だって全く顔をしない男でね、だから聞けば何でも知ってるけどひけらかさないってか、人格的に僕は大好きでね。でこのシナリオライター、まあ高田浩二君と同期ですけどね、僕は高田君と仕事をしたことがないんです。親しくやってないんだけどね。で高波とはね、これまた実婚で大好きでって言いながらね、そんなにやってないんだよね、だけどなんていうかな、プロデューサーとかライターと同士で別々に、ライターの高波は俺を認めるし、プロデューサーの僕は高波を認めるっていうことでね、親友だったと思います。それからやっぱり書くときはすごい突入型っていうかね、全てを忘れて書くっていうか、その代わりなんていうかな、当たり外れっていうかね、ものすごく熱心にやるときはのたうってなかなか進まないけど、吉田できたよってのは2日で書いちゃう。そのときはもう名残書きね、載ってないときはもうお金欲しいからわーって書いちゃうみたいなところがありましたけどね。ものすごくいいやつで、残念ながら深作さんにものすごい惚れてたシナリオライターで、深作さんが偉くなっちゃったから深作さんと仕事ができなかったことが一緒の悔やみで、彼は新宿で飲み歩くようになっちゃって、で僕はね、深作さんとやりたくたって君は選ばれなくなったんだから、君は頑張ってね、他の監督といい仕事しろ、飲んでたって何もらちあかねえぞって、よくためになる喧嘩をしたんですけどね、彼はもう飲んだくれになっちゃったね。それで僕がビデオの企画部長になったんで、小さい映画だけど作品が増えたんで、コーナミにね、書いてもらった時があるんですけど、その時にもうコーナミな、弟子使わないでお前が書いてくれ、ね、で監督もいい監督だから、京都のさ工藤さんだから、
追い詰めるってね、生島二郎の名作だから、 V字ネットっていいの作るから君が書いてくれ、頼むで、お前が書かなきゃダメなんだぞって頼んでんのに弟子が持ってきたわけね。だからもう高波が書いてあるの弟子が書いてあるの全然違うんですよ、打ち合わせしたってね。だからね、その辺が彼はのたおちつつ死んじゃったけどね、まあそれはだから作家だからのたおったんだと思うけどね、残念だったけどね。僕当時の日記書いてんですけどね、当時若いからね、駆けずりもあって嫌だって言わないからね、5本やってました。映画を5本同時やってんだよ。だから女房、結婚して女房怒るけど帰って寝る暇もないぐらい、ほとんど申し訳ないけど、この燃える狼男に何の力を費やしたか全然記憶にない。で、コーナミ頼むで、いいの書いてやってくれやって言ってね。でまたこのなんていうのかな、千葉君もその肉まんじゅうでも買ってね、書いてる旅館に訪ねてくるような男じゃないわけ、うん、なんかなんていうの、偉い人の気遣うような俳優でね、自分のために陰で努力してくれること一緒にやろうなんて感じの男じゃないのよ、千葉っての男は。検査やなんかと違ってね、彼一人得意になってるけど、まあ、アクションだけで全てを人に訴えられないと僕は思うんですけどね。で、まあ千葉君なんかは芝居は下手でもアクションで表現できるってこと言って、まあアメリカ行ったりして友達作ったりして、世界の俳優みたいな顔してるけどね。だからアメリカでやったとかさ、アメリカのプロデューサーと友達になったとか、なんとかかんとかつって、アメリカの監督と仲良くなったって、それと小笠さんを尊敬してる監督じゃない、あの有名な、それと自分がすり寄って親しくなってさ、アメリカに住んでるわけだから。やっぱり山口が持ってたんじゃないかな、そういう感情。なんか俺は知らないけどね、あいつと親しく付き合ってないけど、彼のなんか勉強ってのあったんじゃないかな。あの、何も注文つけなかったら勝手にやっていいよって言って。B 級作品 やらされるようになったからね、要するに僕の好きな深作さんとか高波君とかっていうのは、なんていうのかな、おしゃれ派じゃないのね。あの、なんとか百姓タイプっていうかな。それでそんなのばっかり知ってるといろんなのできないじゃない。僕もだから色が自分で定まんなかったから、モダンなやつな時に誰かいいのいねえかなって言ったら、その長崎から出てきてね、早稲田大学卒業してやぼったいんだけど男前だしね、かっこいいから山口和彦って女優さんにも人気があった。一番良かったのは古畑さんの人気が良かったんだけどね、山口君も良くてね。で、こいつのその映画にはね、モダニズムがあるわけ。僕は不良番長ってのやっててね、女番長っていうのを吉根さんからやったけどね、映像がね、とてもこう、なんかね、映像はすごくね、綺麗、うん、おしゃれっていうか、それでね、あの、彼とやってみようかなと思って、だからそれもすぐその、俺がアメリカから女優連れてきた時に山口っつって言ったおしゃれな感覚っていうのかな、男前っていうか、うん、あの梅宮がね、あの撮影終わったらね、やろうとしたんですよ。なあって言われてね、うん、梅宮だってたっちゃんお金払っててさ、本番上位だからってやったら怒られちゃったよってバカやろ、お前撮影の最中に本番やろったって当たり前じゃないかって言うんだけど、なあって言われてね、付き人でご主人が来てた。いやだから突っ込んでいるわけよ、撮影は、うん、やってんだけど、これは撮影用にやってるわけじゃない、だから撮影用に入ってんだから終わってから本気でやろうとしたって言われて、結構綺麗だったよあの人、うん、俺本当にね、この自分のやったものにこんなに何も分かんないっての初めてね、ごめんなさいね、せっかく取材してくれてんのに。Thank you.
だからね、会社の方針なくなっちゃったんだよね。だからこんなのも作ってるし、僕もいろんなの出してるわけ、うん、だからこうやってもう一回探ってみたら、飛車角とか唐獅子ボタンっていうのは一つの色がね出てるわけだけど、それが終わった後は結局俺の中でさ、この会社の作品どうしようもないっていうのが芽生えちゃったから、東雄一さんのもう頬杖をつかないで東さんとかね、そうなってきちゃってね。それからバキさん、うん、要するにあの会社が弱ってきたから、俺のモダニズム出しても大丈夫かなと。昔は洒落たこと言うなって言ったのが誰もそう言わなくなっちゃったから、だから結構俊斗さんと同じぐらいに俺が監督と話して勝手に作りましたよ。だからあの東雄一さんとかバキさんとね、うん、だから結局仲間内っていうか、深作さんは別にして、ジュニアさんとか古田さんたちは僕のことをよく思ってないんじゃないかな。要するに内々の監督じゃないのと、外から連れてきてやっちゃったからね。ただ僕がやりたいものをジュニアさんも古田さんも割とオーソドックスな人たちだから、興味示さないから、うん、だから山田洋次さんと同じような作品でしょ。古田さんも佐藤ジュニアさんも、まあ王道といえばね、社会が認める王道だけど、僕なんかちょっと深作さんこの斜め読みの方だから面白くないのよ。よかったよかったって話はね、この世にいい人がいて助けたなんてやって、 NHK の朝のドラマじゃないしね。だからもうちょっとその爆発的なものが映画だっていう、パワフルなもの。